今日は三田さんについていきます。今日あれだよね、初日の時にあのゾゾスに初めて友達になってくれた、ね、あ、そうです。あのゾゾスフレンズです。あれからもうね、う惚れちゃって、うん、惚れちゃってもうついていこうと思って。俺らもいつかゾゾスになりたいと。嘘つけ。目撃情報が浅草で 40分前ぐらいにインタビューが、はい、浅草でインタビューって言ってるから、はい、これはもう村上ですね。そうですね。もうワンチャンね、別れた方がいいんじゃない、3人いるから。あ、まあ、上野じゃん、はい、上野と浅草もなんか10分ぐらい行けるじゃん、はいはいはい。まあ、1人上野に残って4カ所を探して、はい、そんぐらい勝ちたい今回は。いや勝ちましょう。いやもう、もう浅草からすぐ行くし、はい、本当に今日土曜日だし、そうそうなんですよ、可能性がマジで。今日行った方がいいもん。上野でいないってなったら秋葉原もお願いします。ああなるほど。1駅か2駅じゃない、近い近い、うん、この辺、そうこの辺のエリアの全部押さえてって、行けそうなとこ押さえて。月曜日を吹かすのはね、撮影班見たか聞いてきます。あ、だよね。うん、かわいいわ。月曜日を吹かすのスタッフみたいな時を見たりしました。来てないですか。いや、どうすか。いや、不審ですね。これぐらいで行くべきだったね、最初から。いや、これでも結構不審ですよ。浅草1ぐらいは、これでも。浅草1っすね。浅草の目撃情報あるから、はい、とりあえずもうちょっと回ってみて、いや、おるかもしれんからね、まあ、はい、月曜から夜更かしの人をになんか取材受けるまで帰れませんみたいなのをやってるんですよ。自分じゃないんですけど。その目的は何ですか。あ、ちょっと YouTuber で今日そういう企画やってて。仕事としてね。あ、そうですそうです。収入ですか、ね、そうですそうです、はい。魂としての永遠の目的、それを学びます。はい。あ、魂の永遠の目的がこれ。はい。あれ。こういう方でしたね。あれ、月曜か夜更かしの収録っていつもいますよね、そこに。いるよいるよ。いないっすよね、今日まだ。俺に2週間連続で出た。俺に2週間連続で出た。この間のスペシャルも出たね。え、どうやって出ました。この間のスペシャルも出た。あー、ちょっと見ますね。2時間なんですよ。うん。あー、ちょっともう一回見てみます。で、ランドセル背負ってごぼう持って行ったんですけど。いや、そうじゃないんだ。そうじゃないっすよね。そうじゃないんだ。ただね、狙いすぎたら良くないっすよね。狙うとなんて狙いすぎだよ。まあ、そうですよね。もうナチュラルが出る。こんな感じで行くんですか。でもこんな感じ。あ、で、自分から声かけなきゃダメだよ。あ、こっちから行かないとダメですか。うん。全然何人にもしないで、はいはい、何やってるんですかって行けばいい。あ、わかりました。すごい、ありがとうございます。参考になります。シャーって言ったのに。その日によって3舞台あるの。はい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 。ここ3つぐらいあるの。収録の。あ、3つあるんです、会社。うん、へぇ。だからね、バラ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 。あ、そうなんですね。うん。さっきあっち行ったって。さっきどれぐらいないですか ?10 時間ぐらい前だけど、あっち行ったってよ、探して。ここの辺ぐるぐる回ってたらいるよ、2人組。あれ、一軒一軒1時間もかかるから、すげえかかるから収録に。そうなんすか。うん、1組に声かけると、はいはい、1時間ぐらいかかるの、1組が。あ、そんな長いんすか。長いよ。わかりました、ありがとうございます。頑張って。頑張ります。ちょっと頑張りすぎなんですけどね。頑張りすぎだよね。いや、僕取り柄ないんで、これぐらい頑張るしかないんで。ありがとうございます。ありがとうございます。けど2時間ぐらいいて見てないってことは、やっぱアメ横にはあんまいないのかな、上野には。2週連続ってやばいっすよ。作戦まで教えてもらったから、はい、なんかこれでも不審するよみたいな、やっぱり。なんか村上くん張った状態で何やってるんですか。でも回ってるって相当こっちが目見ないと、多分さ、先に見つかっちゃったらやばい。いや、本当にどこにいるか分かんないって感じですもん。テレビ、YouTuber 嫌いでしょ。ぶっちゃけ間違いない、間違いない。多分狙ってないから、そういう意味。秋葉原いた。秋葉原いるそうっす。ツイッターで。ああ、なるほどね。速報で。え、でもめっちゃ近いじゃん、秋葉原と。近いっすね。浅草の人が秋葉原に行ったのか、もうそもそも2部隊いるのかみたいな。移動あったんじゃない？移動したとしたらもう秋葉原行った方がいいんだけど、めっちゃ近いじゃん。近いっす、近いです。そのままいなくなってるパターンあるから、いなくなってるっていうか。今さ、今秋葉にだから月曜から来てるってこと？夜更かしが。え、でも秋葉にはいるっぽいっす。とりあえずこのまま続けて頼むわ。夜更かし見つけたら場所も送ってほしい。あ、そう、夜更かし見つけたら場所も送って。来ました来ました。はい、相棒くん見つけたんだって、テレビ。え、今秋葉で
マジで。ついに発見しました。ついに。はい。よ。やばい、めっちゃあるよ。でもなんかカメラ持ってる人が移動してるって言ってるんで。ああ、移動はちょっとそれっぽいね。ぽいっすよね。よっこし。ガイドインタビューしてます。笑ってこられてて、はい、身の回りに人がいないかっていうインタビューしてますけど、いらっしゃいますよ、身の回りに達人。身の回りに達人、はい、凄技を持った達人みたいな。僕ですかね。お兄さん自身が、はい、どんな達人なんですか。僕サービスエリアあるじゃないですか、はい、あそこに13日住みました。はい、でね、今三能さんは浅草の方にいらっしゃるので、ちょっとそちらから移動してくるまで自分が尾行しています。失礼いたしました。はいはい、よふかしさん にちょっと出てみようかなということで。あ、よふかしさんに声をかけられるための格好で。あ、そうですね、はい、なるほどです、ね、そうなんですよ。今取材受けてますね。あれ、一軒一軒1時間もかかるから、すげえかかるから、収録に。そうなんですか。うん、達人はいますかって聞かれて、あ、もう僕ですねって。サービスエリアに13日住んできました。達人なんですか。まあまあそれぐらいだね。 YouTuber ですよ。あ、どこ、あっち曲がったの。いや、こっちなんですよ。で、あっち渡らないとダメ。いました。夜更かし。完全にインタビュー受けてました。でかした。なんか2週連続夜更かしに出てる人がアドバイスもらったから、じゃあいける、いける、もういける。条件揃ったから。何やってるんですか。何やってるんですか。じゃあとりあえず行きますか。頑張ります。はい、はい、テレビの上から呼び出して。はいはいはい。はい。こちら立っていただいていいですか。はいはい。で、ごぼう持って、ごぼうを使ってコロナを収束させた宇宙人って言って、今までか。何ですか、販売してやつどうなんですか。こんな写真撮らない、使わんと、いつ24時間テレビわかんない、原宿の写真屋さんみたいなの分かります。それだけでも出られても、村上くんも困るよっていう熱いものがある。ああ、なるほど。それがいつも伝えてあげてるんですよ。はいはいはい。個人的なニュースはそのプライベートな話ではあります。小学校の話。はいはいはい。前すぎるっすね。前すぎます。まさかの子供の頃のどうされるんですか。一回さまよいますかね。はい、前高円寺も行ってましたし。あ、高円寺しょっちゅう人いるんで。はいはい、スタッフ。はいはい。ちょっと難しかったですけど、今日他どこ行ってたの。あ、そう、聞いて大丈夫ですか。今日は他に浅草と、まあ、あとは川崎とか、はいはい、町田とか。ああ、なるほどですね。いや、なんか一応2回接触してるんですよ。え、そうなんですか。最初の時はシニア会って言われて、シニア会だから今回ごめんね、また来てね。シニア会なんてないけど、シニア会なんてないけど、シニア会なんてないけど。え、今そんなんでやってる。で、その次は休憩中って言われて巻かれました。はい、で、不調はまずいっすね。でも出落ち感あるじゃないですか。そういうの行くと怒られるんですよ、上の人。そうなんですね。出落ちじゃねえかって言われるんで。あ、そうなんですね。だいたい落とすんだよ。そのスタンスむずいっすわ。だからまあ村上ファンっぽく行く。あー、なぎな気がする。どうですか、これでも不審なんですか。でも村上さん結構いじられるじゃないですか。今日は11月22日やって11月22日コート、はい、あ、それまで決まってる。マジで嬉しい。承諾書も書いたからワンチャン出れる。11月22日コートで、シニア会はなかったみたいな。そこまで聞いた。まだ時間あるからね。いや、間違いないです。まだ全然町田、川崎。
結構いる。全部教えてくれたもん。全部知った。全部知った。いやでも今日結構俺ら勝ちにいってますよね。いやめっちゃ嬉しい本当に。いやマジでありがとう。マジで嬉しい。いや嬉しいね。川崎に来たんだけど、はい、ここでそういうのは言われてるの。目撃情報があったのは、うん、他の目撃情報があったのマックの前が、そう、マック前と、うん、あとカラカン前。昨日なんかショート動画で、はい、見つけたら連絡くださいみたいな言ったんですよ、はいはいはい、明日からあの土日なんで、まあ、ここをちょっと勝負かけたいなと思うので、月曜から夜更かしさんの目撃情報があったら、ちょっと連絡欲しいなと思うので、Twitter のアカウント貼っておくので、DM で教えてください。そしたら、今、上野にいます。今、川崎です。上野はやったね。上野はやばい。やられた感強いわ。でも上野いないっつっとったよ、今日。いや、そうですよ。移動したんじゃん。だから多分、本当に時間差なんだよ。今、5時間前に、はい、蒲田にいたの。また5分。隣ぐらいに行ける。じゃあ、近いわ。だからもう、蒲田と川崎分かれへん。紳士服の坂膳ってあります？あ、さらにその入ってって少し歩いたらもう着きますよ。右側にあります。あ、わかりました。すぐ入りますね。あ、すいません、ありがとうございます。月曜か夜更かしの収録とか見ます？カメラマンとか。あ、よくね、ここら辺ね、来てるけど、はいはい、今日はいないようだけど、しょっちゅうね、来てますよ。人を見た目で決めつけないの？で、なんか結構見た目というより、うん、その人のキャラじゃないですか。本当、ザドス嬉しい。ザドスね、やっぱり生まれた時から見た目が違ってたから寂しい思いしてたけど、はい、人のこと悪く言ったら幸せになれないと思ったから、ザドス、みんなのためにコロナ減らしたの、ここで。いつか報われるかなってザダスは思う。すいません、今 YouTube の撮影で、はい、口コミ調査みたいのしてるんですけど、あのここら辺で、あのテレビの取材とかってどこら辺でやってます？どこら辺？テレビ見てる感じ、あそこのガラス張りのエスカレーターあたりとかで。あっちですか？あります。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。日曜日にいないってやばくないですか？もう勘になっちゃうのよ、多分こうなると。浅草もいないし、上野もいないから、ワンチャン渋谷かなぐらいで、ちょっとそんな感じで動きます。ちょっといないんで。昨日の場所もいねえし、もうなんか あ、違うな。
中央改札。いやマジでそれは。今日もロケ終わっちゃったんで、はい、自分ではないですけど、はい、別の班がいるかなってぐらいで。はい、明日ですか。明日。なんかこう今ってコロナ的に、はいはいはい、今日もう一回終わっちゃって、まあ、あんまもう夜になって、今日の夜になると、まあ、一般の方っていなくなっちゃう。なんでまあもうちょっと今日は終わりかな。今日もお疲れ様です。走ってこられた。もう6日目です。これから少し6日目。そうなんです。はい。めちゃめちゃ大変です。すいません。いやいや。もし見かけたら声かけてみて。制作会社のスタッフが同じ場所で、はい、あのロケしちゃいけないっていうルールが。そう。そう悔しい。いやー悔しい。ついにあの最終日なんですけど、今日も浅草で、まあ、まずも今までの秘書法ですよ。浅草でスポットが分かってるから浅草で待って、今日は週5で浅草って聞いてるんでね、浅草で待ってみて、ちょっとでも渋谷と原宿に情報があったらもう行こうと思ってます。でもう最終日なんで、村上ゾゾスになります。思ったから村上さん持ってるの。村上さんとゾゾスが合体したの。だから僕は村上ゾゾス。本体はここなの。村上ゾゾス。これが本当のゾゾスなの。いやいないな。ちょっと目撃情報ないんで、通り道の禁止状来ましたけど、あの2日前行ったとこもいないんで、ちょっと秋葉原いないから。4分前です。山王物語さんに届いてほしいのですが、月曜から夜のスタッフが渋谷のセンター街にいました。はい、来ました。渋谷で終わります。さっき TBS のクルーはいたんですけど、夜更かしはちょっといなさそうですね。いなかった。いなかったですね。昨日あの交番のとこでしょ。交番のとこです。いやもう路地裏しかないと思う、この曲がったとこみたいな。はいはいはい。マジか。いやまだ行ける。昨日帰ったのが19時だからまだ行ける。今何時ですか。今18時3分。今なんか高円寺でいたっつってしてて、17時32分、高円寺の商店街のお家の前にいるっつって、もう無理でしょ、こっから高円寺。悔しいな、5時半に高円寺だもんな。もうちょっと早かったら渋谷で行けたんだろうし、もうちょい遅かったら高円寺で行けたんかもしれん。マジで出たい。もうゾゾス関係ないもんね。俺が喋ってるもんね、完全に。いや、ここあったくさいぞ。原宿にも全然いい。
帰れ。やあやあ。ポポ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 。こんだけ辛いことがあっても、なかなかできない経験に来てるから感謝してます。また。クロスね、ゴボウ使ってコロナ減らすことしかできなかったけど、クロスまたみんなの幸せ願うね。クロス、不思議は何もできなかったけど、こんなクロスだけど、いつか誰かの幸せにちょっとでも貢献できるように頑張るね。クロス、こんなんだけど頑張ってるから、みんなも頑張ってね。ドドスいるから、じゃあドドスまた帰る。バイバイ。いかなちゃん。